はい、皆さんこんにちは、ワンナルガルビッシュです。では今回はスプリムルーラー2020日本プレイ続きをやっていきたいと思います。前回ですね、石油の赤字を埋めるためにだいぞうさんを図っていったところなんですが、今回もその続きになります。何はともあれ、国力を高めていくために国庫を潤わしていかなきゃいけないんですが、中国との差が歴然すぎて話にならないので、中国がね、今韓国との戦争状態にあるこの間に少しでも差を埋めたいなというところですね。で、今だったら産業物資が、次の稼ぎ頭になってくれるんじゃないかなというところはあるので、この石油のマイナス1100をいかに他で埋めるか、この石油のマイナス1000を、少なくするっていうことはもうできないので、どっかに石油の産出をしない限りはできないので、他で稼いでいくっていうところですね。あとは電力もね、ちょっとこのマイナス726っていうのが見過ごせないぐらいにはなってきているので、電力に関しては施設をこの後増強していきたいなと思うんですが、今施設建設中のものがいくつか立ってくればどうかなというところですね。あんまりね、無計画に立てていくと国庫があっという間にすり減ってしまうんで、そうはならないようにだけは気をつけたいなというところですね。あとは穀物系はね、いくらあっても困りはしないというのはあるんですが、いかんせんここもね、マイナス幅が大きくなればなるほど地味にボディーブローのように効いてはくるんで、アメリカとは当然おさらい要素がありますが、同盟を結んでいるので、この同盟は維持しつつ国力を高め、来たるべき戦争に備えるというところになります。で、生産系はもう主にね、ミサイル系をガシガシ、作っていくというところですね。バン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 作っていってるので、これはこのまま継続しましょう。それにしてもやっぱりその中国ですよね。中国がもう本当に頭一つ二つ抜けてるんで、中国のね、国力、凄まじいからな。まともに殴り合っても勝てる相手ではないですからね。かといって遠い国のアメリカが助けに来てくれるとも正直思えないと。そうなると、インドあたりとの連携が現実的なところなのかなというところを考えると、先に中国とインドが開戦してくれればなおよし。で、これ見るとだってアメリカ軍がね、助けに来てる感じしないですもんね。韓国軍が戦争状態に入っているものの、どう見てもアメリカがね、韓国に対してどうこうしている感じが一切見受けられないので、これ同盟を結んでいる、いわゆる韓国ですよね。韓国が中国、ロシアと戦争中ですけど、アメリカ参戦してませんからね。
で、金をこんだけ払えと言っている？それで予備ユニットをいくつかくれるわけだ。これはもらっておく？そしたら、いや、まだいらないかな。221メガでしょ？額としては大したことないけど。じわりじわりと5万メガを下回ってきてますからね、今、国庫が。もうこの経済をせめて10万ぐらいまで増やしておきたいですよね、しっかりと戦争を始める前に。電力がなかなかに苦しい状態になってるんだな。電力が足りてきていないという状況を見て、電気がないと何もできない国ですからね。まあ国というか、まあどこの国もそうだと思うんですが、どうしてもここ5万は欲しいよな、お金がね。今ミサイル中心に作ってるんで、まあ既存戦力でミサイルをガンガン撃ち込むっていう、そういう戦闘スタイル、戦争スタイルになっていくかなとは思うんですが、それにしても本当に韓国強いというか、我慢強いというか、よくそのロシアと中国の両大国を相手に戦ってますよね。相互防衛が入ってないのかな、その韓国とアメリカの間には。だから参戦しない。アメリカと日本の間はどうかというと、相互防衛は入っているので、戦争になったら助けに来てくれるとは思うんですけどね。ただちょっと当てにならないよな、この韓国の戦争を見ていると。で、ミサイル防衛の、その衛星を打ち上げないんですかっていうね、コメントをいただいてるんですけども、研究がまだそこまでいっていないので、ミサイル防衛の衛星を打ち上げることができないんですよね。もちろんミサイル防衛の衛星が研究進めば打ち上げていきたいなとは思うんですが。ベネズエラからですね。石油か。まあ、全く大した額じゃないけど、ここは友好を築くためにも受け入れておきましょう。人工衛星発射したね。偵察衛星の衛星の成功。
さらに通信衛星と偵察衛星を増やしていきましょう。ちょっと待って、韓国がちょっと頑張ってるね。これ見るとロシア領、中国領両方に進出をかけていってる感じがするけど、いやすごいな。でもそんな韓国のきっと経済って今ボロボロなんじゃないのっていう気はしますけどね。いやもうこれ本当にアメリカ云々とかってレベルじゃないね。こうやって国交の額を見ていると、まず中国に関しては日本の5万メガに対して31万メガということで、まあ、経済力で単純に6倍、インドで5倍の差がついてますね。イタリアが結構しっかりした経済基盤を築いてますね。ナイジェリアも結構ごついな。この辺がよくわからないけど、やっぱ日本はそれらの国の後に続くっていう感じですかね。で、戦争中の韓国とかに関して言うと8000メガとかですもんね。いやこれでも本当に中国とガチで殴り合うには最低でも10万は欲しいよな。今の状況下で中国とまともに戦争しても、まあ勝ち目がないですからね。仮にアメリカ軍が来てくれたとしてもちょっとわからないなっていう、経済戦争は確実に負ける感じがするので、もうまずは中国に負けない経済力を身につけていかないといけないかな。そのためには成長産業である消費物資、産業物資、あと軍需物資もね、ちょっと作っていきたいんだけどな。そのためにはどうしても石油の輸入量を増やして、さらに電気をガンガン作っていくっていうところからなっちゃうのかな。原子力どうする？もう一個作りますか？原子力作っとく。この5万から大きくドカッと増えていかないからね、今国庫が。増やしていくにはどうしても消費物資、産業物資、あと軍需物資を売っていくしかないんですが、今だとこの後、まあある程度収入が見込めるってなると軍需物資の貿易ぐらいなんですよね。なので軍需物資をちょっと少し力を入れて増やしていきたいですね。でも石油はさっきお話した通り、まあ、ある程度輸入に依存せざるを得ないので、電力はこの後原子力発電所を増やしていきます。消費物資、産業物資に関しては頑張ります。軍需物資は特に頑張りますっていうね、そういう項目になっていきます。あとはそうだな、インドと関係を強化しておきたいかな。
インドとは、相互防衛は入っているか、すでに。相互防衛は入れておきたいですからね。んで、アイスランドとの正式同盟。まあ、これはいいでしょう。あとは、どうする？標的をどこに絞るかなんですが、今のままだと、非戦条約か。これ正式同盟に昇華するとどうなるんだろう。ロシアとはもうここは結んでしまって、中国にターゲットを絞る。ロシアとは外交で少し関係を改善して、ターゲットを中国に絞りましょう。まあ、一番の経済大国、さらに軍事力でもだいぶ強くなってきている中国をターゲットにして、衰退しつつあるロシアは一旦同盟を結べれば一番いいかな。気づけばオリンピックイヤーも終わってるしな。さてと、ロシアとはなかなかそう簡単に一筋縄では外交は進まないか。そしたらどうする？バイオ燃料でも売っとく？んで、とにかくロシアとの関係をなんとかして改善していきたいからな。どういう手があるのかですね。外交の対案が来てるな。これは金を要求されてるけど受け入れて、ロシアとの関係の改善にちょっとでも寄与できるようにしていきましょう。まあ、外交の対案来てるけど、ここももう受け入れていこう。まあ、とにかく、ロシアのご機嫌を損ねない。さっき見ましたけど、ロシアと中国は正式同盟にあるので、そこに食い込んでいくってなると、どうなんでしょうね。
まあ、仮に中国と日本が戦争になった場合、ロシアがそこで介入してこなければ一番いいので、まあ、正式同盟、非戦同盟、あるいは相互防衛条約、このどれかが入っていればいいんですが、今、非戦条約は結んでいるんですけど、これだけだと一方的に破棄してくる可能性があるんで、やっぱりできれば正式同盟までは結んでおきたいかなってとこですね。世界でも戦争が起きてるのは北朝鮮のとこだけだな。ロシアとの外交はなかなか難しいな。まあ、ちょっとずつちょっとずつ外堀を埋めていくロシアとは。じゃあロシアと開戦はありえないからな。ここは韓国の朝鮮半島でもついに韓国軍と中国軍が戦争を始めてますね。まあ、これには関わらないという基本方針でいきましょう。消費財、産業財の売れ行きは好調ですね。問題は軍需物資だな。今幸いにもというか戦争が起きてはいるんで、まあ、大量に軍需物資を売りさばくチャンスではあるはずなんですけどね。中国の巡視船に対してミサイル攻撃が行われてるな。結構だけどな、ミサイル攻撃って。これ韓国の潜水艦かな。圧倒的経済力を誇る
中国に対してせめて10万メガン国庫を貯めてから改善に踏み切っていきたいので、どうなんだろうね。韓国軍もこれロシア中国両方相手にどこまで踏ん張れるか。そうすると研究の枠が空いたわけだな。そうすると何を今度研究していくかだけど、まあ、技術的なものからいく？最終目標をどこに設定するかで決まりますからね。まあ、もちろんゲーム的には戦争で勝利していきたいので、戦争系をメインで作っていきたいなと。いうところあるんですが、その他に何かないかなっていうのはね、艦艇を原子炉、21世紀軍艦とか欲しいけどな。ちょっと難しいですね。何を作っていくか、まあ、やっぱりミサイル系にしたいのは間違いないんですよね。ミサイルをぶっ放して戦争が終わるというのが一番楽なんで。これで一気に枠を全部使い切るかな。1,2,3,4,5,6,7,8 というわけで研究枠全部使いますね。8プラス国1つ持っているので9の研究枠全部使い切っているので、これでちょっとじゃあ様子を見ていきましょう。ミサイルをガシガシ作っていこうという計画ですね。それにしても本当に韓国軍頑張るよな。これだと日本が参戦してもなんとかなるんじゃないかっていう錯覚をね抱いちゃいますけど、まずは内政、強固な経済基盤を築いてから戦争に乗り出しましょう。というわけで消費物資、産業物資は軌道に乗ったので、やっぱり軍事物資だな。軍事物資がちょっといまいち乗っかってこないね。あとは電気だよね。電力もちょっと頑張ってほしいかな。できれば電力に関しては輸入は最小限にして自国で賄いたいっていう思いがあるんで。はい、ではちょっと今回もね、内政メインになってしまいましたが、ロシアとの残念ながら外交交渉はうまくいかない状況が続いています。で、偵察ミサイル打ち上げたので、まあ、これを少しずつ増やしていくっていうのも手かなというふうには思っています。では次回もこの続きプレイしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんの、応援と、あとちょっとこんな風にしたらとかね、膠着状態に陥ってますので、あんな手こんな手こういう方針こんな政策どうっていうのがあれば、ご意見をツイッターもしくは動画のコメント欄までお寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。
はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。